いらっしゃいませ、こんにちは。困ったこと、くまちゃんです。本日はご紹介するタブレット、アンドロイドタブレットなんですけども、私のおすすめ3選を紹介させていただければと思います。まずタブレットの選び方について、ご説明させていただければと思うんですけども、まず押さえるポイントが4つございます。1つ目が CPU、 これ頭脳のお話なんですけども、電子頭脳ですね。こちらと、もう一つストレージ、これは保存できる容量の話でございます。もう一つがラム、メモリーですね。作業する際のキャパを、どれくらい広いのか、どれくらい多くデータ処理ができるのかのパーツでございます。あともう一つが画面サイズですね。この4つを押さえればタブレットをもっともっと選びやすく簡単に選べるのではないかなと思います。早速なんですけども、松竹梅の梅、まず1つ目ですね。こちらのレノボから発売されています10インチのタブレットでございます。タブレットを選ぶ際に必要最低限あった方がいいよというスペックがあります。ここからですね、まずストレージの部分なんですけども、アップデートを耐えうる容量として32ギガはあると長くご利用いただけるかなという形になってます。メモリーの方は作業によって容量は変えていただければと思うんですけど、そこでなんですけど、こちらのレノボから発売されているこちらの10インチモデルがメモリー4ギガ、容量64ギガで、こちらのおすすめポイントとしましては、やはり画面サイズが大きい、かつお子様にも親にも優しいタブレットっていう言い方をします。そこなぜかと言いますと、まずこちらのタブレット、画面サイズが10インチっていうので大画面でありつつ、お客様で子供に動画を見せたいんだけどちょっと小さいのだとどうしても画面寄っちゃうのよねっていう方が結構いらっしゃいます。そうなるとやっぱり画面サイズ10インチ大きめのものにしていただくと、お子さんも喜んで引きで見ても画面小さくならずに、プラスブルーライトを抑える機能もついているので、目にも優しく画面も大きいので寄って見ないようになってくるというポイントが一つ。もう一つがこちらのキッズスペースっていうものをこのタブレット設けられております。一部利用制限をかけまして、子供だけに渡しても安全にできるようなタブレットになっております。スペックもある程度あるながら、値段の方も3万円程度っていうので、非常にお求めやすい価格帯のところもありまして、人気のタブレットになっております。次が竹、こちらのタブレットで、シャオミというメーカーから発売されているものになります。こちらも海外メーカーではあるんですけども、画面サイズ今度は11インチにまで少し画面大きくなってます。おすすめポイントとしては、ゲームをされる方もいらっしゃると思うんですけども、その中でも例えば今流している FPS ゲーム、いわゆる銃を使った対戦ゲームですね。こちらのこのディスプレイが見ていただけるとわかるとは思うんですが、非常に滑らかに描写されていると思います。ここまで激しく動かしてもすごい綺麗です。フレームレートというものが最大 120Hz 対応というものになっております。ここまで激しい動きをしても非常に滑らかにぬるぬる動いてくれるタブレットになっております。動画も綺麗な映像で見たい、かつゲームもいろいろしたい、例えば、タブレットを購入するときに何を選んだらいいのかわからない、でもタブレットはとりあえず欲しいって方にはぜひおすすめな1台となっております。スペックの方が非常に高いので、オールラウンドで活躍できるタブレットだと、私のおすすめの1台となっております。続きまして、最上位の待つ、この3台目ですね。今回はこちらの NEC さんの11インチ、同じ画面サイズの11インチになっております。ポイントとして、今回この11インチのタブレット、うちのお取り扱いのあるタブレットの中でも非常に珍しい有機 EL 搭載の唯一のタブレットと、スペックの方も先ほどにありましたシャオミさんと大体同じ程度のスペック搭載になっております。なのでゲームももちろん、映像も、ネットを見るにしてももうサクサク動きます。もう何でもかんでもこの1台で完結できると、完璧な1台になってます。もう一つおすすめポイントとして NEC なんですけども、ここのサポートが非常に便利でございまして、 NEC すごい太っ腹です。ご購入いただいてから本体が壊れるまで電話サポートずっとやりますというのがもう NEC の一番のポイントです。おすすめポイント2つ目です。
こちらのタブレットなんとスペックが高いので、ここで文章作成だったりとか軽い、まあ、仕事の資料チェックだったりとか資料作成っていうのもできるほどスペックに優れたモデルになっております。まあ、それゆえに NEC の方から純正でキーボード、この後ろにくっつけるキックスタンドの方も販売されております。キーボードを外してもらうと普通のタブレットとしてご利用がいただけるんですけども、このキーボードを取り付けると下にトラックパッドがありますので、普通のパソコンのようにご利用いただけるようになっております。ここからプラスワンでペンもご用意がありますので、直接このタッチペンを使っての操作もできますし、ペンを使って絵を描くことも可能になっています。はい、どうだったでしょうか。今回3枚おすすめのタブレットを紹介させていただきましたが、参考になりましたでしょうか。タブレットコーナーには随時スタッフも立っておりますので、他のタブレットもご紹介いたしますので、ぜひともよろしくお願いいたします。くまちゃんでした。